さあここからは大作映画独占3連発。まずはこちら、ティアナ&サナダ、日米豪華キャストの超大作。12月公開の映画47浪人の最新映像が目覚ましテレビに届きました。ハリウッドのスタッフが手掛ける忠臣蔵をベースにした全く新しい 3D アクション超大作です。主演はキアヌ・リーブス。オリジナルキャラクターである謎めいた浪人として暴れます。さらに日本の豪華キャストが出演。真田広之さんは大石蔵之介役。その息子を演じるのはハリウッドデビューの赤西銀さん。同じくハリウッドデビューの柴咲コウさんはキアヌ演じるカイト禁断の恋に起きる姫ミカ役に。さらに浅野忠信さん、菊池凛子さんといった国際派の実力者も出演する47浪人は12月6日公開です。いやー、本当にようやく47浪人がやってまいります。浅野忠信さんは吉良上野介役ということなんですね。本当に楽しみです。12月です。